1999年、シトロエン・クサーラは WRC で大きな戦果を上げた。下位クラスである F2 キットカーにもかかわらず、上位クラスのマシンを破って総合優勝してしまったのだ。 F2 キットカーとは、2リットルまでの自然吸気エンジンを搭載する二輪駆動車がベースの競技車両である。年々性能が向上してきた 4WD ターボの WR カーに対して、 F2 キットカーはエンジン改造がほぼ無制限。前後トレッドとボディサイズの変更も可能で、空力負荷物が追加できた。さらに市販状態から270キロの軽量化まで許された。ドライの舗装路ではクサーラは路面に張り付くように走り、加減速もコーナリングも WR カーをしのぐ性能を見せた。そのエンジンのパワーは当時300馬力を超えていたとも言われるが、 FF でホイールスピンが避けられないため、油圧式の電子制御デフにはトラクションコントロール機能が組み込まれていた。こうして99年シリーズ第5戦カタロニアで、フィリップ・ブガルスキーが乗るクサーラキットカーが WRC 総合優勝を遂げた。ハイパワーな 4WD ターボが君臨してきた WRC で前輪駆動車が総合優勝したのは1988年以来のことだった。続く第6戦ツール・ド・コルスでも、このクサーラはワンツーフィニッシュを成し遂げた。ところがあまりの速さに恐れをなした FIA が翌年から車両規則を見直して、キットカーの最低重量を増やしたため、キットカーの戦闘力は大幅に低下してしまった。結局シトロエンはクサーラキットカーをベースに WR カーを開発、上位クラスへ移行したが、クサーラキットカーはその後もプライベートチームから出走を続けたのである。